皆さん、レイガルンです。いや、ついに来たぜ。この間のリベンジだ。今ね、ちょうどラブカストーンが50個。たった今、さっきね、もうなんかもう無理やりって感じなんですけど、あ、課金はしないよ。一応ね、自力で50個貯めましたのでね、この1年生勧誘で、改めて、買い打ちを狙っていきたいと思います。前回は、2年生ガチャで、もうすでに覚醒済みの小鳥ちゃん、Sレアが当たってしまったので、いやーもうね、とても残念だったんですが、今回はね、当てていきます。頼む!もう今回しかねえんだよ!ああ!今回も、自力で貯めたラブカストーン50個。今、すべてのラブカストーンを投入する。じゃあ早速、回していくぞ!ああ!当たれー!頼む!ああ!おお、ちょっと待って!エフェクトが多い!おお、いいぞ!いい流れや!これはいい流れや!いい流れやぞ!いい流れや!おお、まだか!おお!おわー、りんちゃん!おお、待て!あっしゃ、来たか、うち!よしよしよし!オッケー!イヤー!ワー!ワー!はい、ね、ちょっと画面から遠ざかってしまうんですが、こちらのような結果になりました。いやーね、ユーリアはまあさすがに来なかったけど、いやー、カヨチン、Sレアのカヨチンが2枚来たんで、もう全然オッケーっす。でも全然オッケーだわ、俺としたらな。まあ、リンちゃん、リンちゃん、で、これね、これ何のカヨチンだろう、これな。ワンちゃんとお昼寝。リズムアイコン23個ごとに 42% の確率でスコアが3、スコアアップかな。いや、いいよ。すげえいい。ピュアか。うん、ピュア全然あれだな。で、マキマキ。あ、これ、あれかな。あれだ。キラセンのマキマキか。で、マルチン来て。で、こちらですね。あ、これは、これさ、これあれじゃねえ?バレンタインの方かな。女の子のチョコレート。いや、すげえタイミングだな。今日じゃねえけど、明日バレンタインだぞ、おい。女の子のチョコレート。パーフェクト14回達成するごとに 15% の確率でスコアが550増える。うん。これもスコアアップ。でも550結構、大きいな。パフェ14、うん、パフェ14ずっと続けなくちゃならないか。まあまあ、いけないことはないな。んで、こちらのりんちゃん。本当の人魚。あ、人魚、マーメイドのやつかな、これ。7秒ごとに 25% の確率で、スコアが、295か、増える。うん。いや、悪くない。7秒ごとだろ?結構、ポン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 、発動してくれるんじゃないか、これ。うん、いい。これは、ぜひ、人魚シリーズが覚醒したら人魚になるんだろうな、これな。で、カヨチン来て、マキマキ来て、カヨチンでマキマキと。いやー、今回は、普通にアドだわ、これは。やばいね、うん。でですよ。実はね、本題はここからなんだな。ちょうど今ね、こちらの補助チケットの方も5枚貯まりましたんで。それ、ユーリアのカヨチン、こっちの方でまあ来てくれるって俺は信じてるから。うん。絶対にドブらねえ。なんか今俺そんな自信があるんだ。うん。じゃ、早速、Sレアではなく、ユーリアのね、まあユーリア 20% だからね、ユーリアを狙って回していきたいと思います。頼む!来いよ!頼むぞ!まあ、最悪回線じゃなくても、何かしらのユーリア来てほしい。いきます。こうして、画面こうして、こうして。いくぜ、おい!でいっ!あ?あ?ああ?ああ!いや、でもさ、あ、海ちゃん、スマイルの海ちゃん。まあ、Sレアだけど、全然嬉しい。いや、僕、海ちゃんあんま持ってなかったんですよ。で、ちょっと欲しいなと思ったんですけど。いや、可愛いな、この海ちゃん、ほんで。キヨシコの夜、コンボ22を達成するごとに 33% の確率で、スコアが420増える。スコアアップ。今日はなんかスコアアップばっか来るな。でもこれ、キヨシコ、なんかクリスマスシリーズなのかな、まあ、覚醒したらなんかまあ、クリスマスっぽくなるんじゃないでしょうか。いやー、まあ、残念ながらね、ユーレアは来なかったんですけど、いや、全然いいわ。いや、
エスレアのね、カイチンが、まあ、2枚もね、来てくれたんで、さらにリンちゃんのエスレアまで来てくれたんでね、いや、もう全然満足です。もうね、ラブカストーンと補助チケットの方がもう、0個0枚になってしまったんで、また、次のプランタン、1年生勧誘の時が来るまで、まあ、ラブカストーンを地道にね、貯めていきたいと思います。またその時もね、動画の方アップしたいと思いますので、またご視聴の方、よろしくお願いします。いやー、よかった。今回は良かったわ。普通に良かったわ。いや、まあね、リベンジした甲斐がありましたよ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。レイガルンでした。じゃあな。